リプル保育園開園のお時間でございます。さあ今日のゲストは育児情報誌ミクの編集長高祖時子さんです。よろしくお願いします。お願いします。高祖さんといえばもう本当に子供に関わるいろんな活動をされてまして、はい、今日着ていらっしゃるこの T シャツですが、はい、これも活動の一つでいらっしゃるんですよね。これあの本当にオレンジリボン運動ということで、はい、子供を虐待から守りたいという活動なんですね、はい、であの私があの属しているのがですね NPO 法人児童虐待防止全国ネットワークというちょっとね長くてあの舌を噛みそうなあの団体名なんですけれども、子育てしてると、まあ、本当にイライラしちゃったりとか、まあね、あの大変なこともいっぱいあるけれども、はい、でも、まあね、にこってあの子供が笑ってくれたりとか、ね、パパと協力したりとかやっぱりこういろいろあって、まあいろいろあったけれども今日も一日あのみんなが頑張ったよねと、はい、いうことで、あのみんな、ね、はい、家族が暮らしてくれれば、うん、虐待っていうところまでならないかなというふうに思っています。であの本当に全国各地でですね、あの、支援団体とか支援企業さんがあの、はい、虐待防止の活動してくださっているので、うん、まあ、そこをこう取りまとめる形で、まあ、オレンジリボンの総合窓口というところであの理事をさせていただいております。本当ここだけ覚えていただきたいんですけれども、はい、虐待としつけって違うってことです。親がですね、もう本当にね、あの子供が、まあ、重傷をとか命を落とすっていうようなニュースが流れた時に、はい、あの親のコメントとしてしつけのつもりだったっていうのが流れるんですよ。うん、しかも、まあね、私があの叩かない子育て講座とかやってるとですね、はい、いや俺はあの両ビンタでね、あの殴られて育った、今の俺があるのは親父がボコボコに殴ってくれたおかげなんだっていうふうにおっしゃる方がいますけれども、やっぱり受けた子によってはあのやっぱりそれがあの心や体に大きな傷を負うんであればそれはいけませんということですね。今まで叩いちゃってましたっていうね、お母さんとかがやっぱり講座の中で来てくださったりするんですけれども、はいはい、叩くっていう選択肢があるとですね、はい、これやったらもう叩いた方がいいかなとかで、あの叩いたけどやっぱり言うこと聞かないのは叩くのが弱かったからかなとか、いやもっと叩いた方がいいかなとか、もう一回同じことやるとかですねっていう風になって、やっぱりエスカレートしていくあの可能性があるということですね。なんでそういう風にしちゃったのとかね、例えば友達のことをねあの押しちゃったとか、ね、はい、なんか意地悪したみたいなことがある、うん、でなんでそんなことするのやね、叩くよって言えばやめるかもしれないけれども、うんうん、でもやっぱりそれはその子供がやっている行動の何かの理由があるということですよね、うん、はい、だからそこをまず聞いてあげる、共感してあげる、うんうん、そこから、うん、やだっていうことをちゃんと出せるとか、うん、やっぱ嬉しい悲しいっていうね、うん、いろんな気持ちがあるよねっていうのをまずキャッチアップしてあげる。でも気持ちと行動を分けて対応する、うんうん、そっか嫌なのかって言って一回でもキャッチしてくれると、あ、僕の気持ちをちゃんとあの、ね、あの受け取ってくれたなっていうのがある、うんうん、でそこからやっぱりこうね、ママの事情をこう説明してあげると、ね、うん、なかなか合意も難しいんですけども、うん、理想論じゃないかっていう、あ、そのそうですよ、よく言われます、もうあの理想論ですこう自分が疲れてる、自分が疲れてる、寝てないとか、はい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 、ね、忙しすぎるとかっていう風になると、はい、やっぱり私は疲れてる、寝てない、こんなに忙しいのにあなたのためにやってるのになんでよ、そうやってパーンってなりますね。なのでやっぱり、まあ、そこはそのね、怒りのコントロールのところなんだけれども、はい、やっぱりこう、ああ来たなって、ね、カッカ来てる来てるなってっああもう叩きたい気持ちだったっていう時に、はい、マックスでパーンってこう弾ける寸前のところに自分がやっぱここになっちゃったなと思ったら、はい、とりあえずですね、
深呼吸するとか、あの人によりますよ、はい、人によりますけども、あとね、あの 水でジャーってこうカッカッカきてるのでね、はいはい、水でこう手を洗う、あ、手を洗うんですか、うん、あのちょっと水冷たいじゃないですか、あでちょっとだけクールダウンするっていうのを覚えておくと、はい、まあ、とりあえずあの子供をね、あの叩いたりしなくていいかなというところがありますね。で、あとはあのそのトラブルを回避するというか、0、1歳ちょいぐらいだったのかな、うん、本当にね、あの危ないというか、触っちゃいけないものを触っちゃうんですと、はい、でね、はい、すごいなんかいつも困ってるんです、うんうん、でいつも怒っちゃうんです、はい、ね、怒鳴っちゃうんですみたいなお話をされてた方がいましたけれども、でいつも怒鳴っちゃうんであれば、やっぱそれはでもね、1歳ぐらいのね、あの探求心旺盛そういう時期なので、いろんなことですね、触ったりとかいろんなことして、ね、出したりとかいろんなことしてやっぱ確認してる時期なので、はい、それはでも触っちゃいけない危ないものがあったら触れないようにしておく、だから触ってもいいよっていうものだけ周りに置いておくとか、うん、でお家の中でね、なかなかそういう環境が難しければ、やっぱりそのね、日中は本当に子育て広場だったりとか公園だったりとか、ね、何でも好き放題もね、いろんなところにうろうろしていろんなものを触っていいよっていう場所に行っちゃうとか、うん、 あ、うんうん、であとはもう本当にあのね、一人でね、子育てしすぎないっていうか、大人の目を増やすっていうか、はい、そうですね、あの友達親子と一緒に遊ぶとか、うん、でそうすれば大人の目が増えてね、子供同士で遊んでてくれれば、まあね、お話もできるし、情報交換もできるし、うん、引き出しが増える、うん、遊び方だったりもそうだし、うん、声のかけ方もそうだし、やっぱりいろんなね、こう方法をこうあのキャッチしていく場をね、増やしていくといいと思うんですよ、うん、その方がやっぱりあの、ね、子育てもあの楽しくなるだろうし、うん、こうね、ストレスもちょっとね、減ってくるかなと思うんですよね。育児情報誌ミクの編集長、高祖時子さんにお話を伺いました。高祖さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまた見てください。バイバーイ。バイバーイ。堀プロ保育園、チャンネル登録してくださいね。待ってます。お願いします。